はい、こんにちは。今滋賀県に来ております。田ヶ谷、糸切り餅なるものをね、ちょっと、はい、買いに来ております。滋賀県の名物です。割と美味しいのでおすすめよ。で、その向かいに、よいしょよいしょ、田ヶ大社というね、立派な神社がございます。かっちゃんのやる気次第でここを見ていこうかなと思いますので、田ヶ大社の喜略ご神祭が、あの、イザナミとイザナギ、有名な神様だけど、まあかっちゃんに聞いたら知らぬだろうな。ほら、こういう、なんていうの、絵馬じゃないけど、絵馬なのか、これ、やってることは。あ、絵馬ですね。杓子絵馬。ほーん。横浜流星君がいつでも幸せでいられますように。お前らが金を出せばいつでも幸せになるやろ。なあ。合格院、志望大学。合格できてますよね。ここに書いとる暇があったら、勉強しなさい。なんていうか、あれだね、やっぱ神様が神様だけにいろんな願いがあるしな。そういう学業だったり、健康だったり、個人的な欲望だったり、欲望って言ったら言い方が悪いな、願い事だったり、家内安全とか、そういうなんかシンプルなものから恋愛まで。俺これ好き。自分の力でたくさんのお金を稼げますように。これが一番素敵じゃない。後のやつは欲望と命、死を私腹を小屋さんばかりの書き方だけど、こいつはすごいぞ。自分の力でやぞ。そうね、なんていうか、清盛塚でも行っておいてってなるわ。清盛、清盛じゃねえ、誰だ、こんなとこで、お前、こんなとこでお前、こんな神に祈ったって何もならんぞ。なんと夢のないことを言う。こういうところってさ、あなた霊感発動させたら、なんか黒いものとか白いものとかなんか見えたりしないの？見えるよ。今年中にいい出会いがありますように。言うか、16、11月6日、いい出会いか。あと2年は待たなくちゃいけない証拠だな、この子。かわいそうに。マジでそこまで読み取れるもん。読み取れるよ。読み取ろうと思ったらいくらでも読み取れるやん。このぐらいだったらお前、あ、ここの手ひねるぐらいの涙は。会ったこともなければマジで、なんていうの、字のそれしか分かんないのよ、だって字から追えるじゃん、そんなもん、普通に。お前すげえ馬鹿にしてんな、俺は。え、あんなもんは普通だよ、俺から言わせる。まあ、ツイッターに来たご相談ですら、あんた対応してるもんな、あんな電子文字ですら。あの電子文字だけですら、おめえ、すべて当ててるからさ、俺。今そこら辺の、おめえ、立ち、おめえ、インチキ、おめえ、霊能者と違うよ。だから俺、こういうの見たくないんで、いろんなもんが見えてくるで。ああ、そうそうそう。あっちは、あの、おみくじなんか無寸徳的なタイプ。あれなんか見えるの？あらくせえ。まさかのクソ認定されましたが。だってこっちはさ、本当に思いを込めて書くやん。まあ確かに、その何々叶いますようにっていうお願い込めてね、書きますね。だからそこにその人のオーラっていうか残る気持ちが、はい、神様ってそれを見て叶えるものじゃん。うん、まあ基本的には字は読み、はい、見えへんのだから。ああ、そうなの、うん、そうなの。そう俺らもそうやん。そんな字を見て叶えられるわけじゃないんだから。あ、だろ、その人の文字を見た、その人の裏を見るわけじゃん。うんうんうん。だろ、これもそうなんや。書いたその、ね、熱意を感じ取って受け入れるもんね。だから彼氏ができますよ、いい人が見つかりますよね、かわいそうに、あと2年は待たなくちゃいけないなっていうのはそこね。ちゃんと説明をできとる。まあ多分視聴者の皆さんは分かってくれてると思うよ。
でね、かっちゃんよ、みくじ引こうぜ。こいみくじ引いとこうぜ。すげえ厚だな、これ。ん？ここ？すげえ由緒正しいな。はい、祀ってる神様もろもろ、なんていうの、歴史ある神社ですわ。うわ、すげえ厚だな、これ。こっからすごい厚が感じる。あ、ここはちゃんとじゃあ効果ありそうなんだ。今まで来たあのクッソみたいな神社よりかすげえ。伊勢神宮よりすげえ。伊勢神宮ただの墓じゃん。うん、ここはなんか本当にその神様を祀ってて、なんかお願い事するための神社っていう。あの表面的な、表面的な建前的なあれよ。神様は知らねえけど、すげえパワースポットやな。ああ、皆さん糸切り餅と一緒に来てみてくださいます。糸切り餅は別に買わんでもええぞ。なんでこったの？なんでもねえから。縁を切るとかさ、うん、全てを切るっていう意味で糸切り餅になっとるってダメですよ。縁を切る、悪い意味じゃないか。だって切るだろ、神社で切るなんて失礼だろ。あ、全てを断ち切るやろ。それが目の前にあるのはどうなんだ。そして、おー、すげえ、面白い。ここ何神社？多賀大社ね。多賀大社の。厚田神宮とは違うよね。厚田神宮行ったことないから分かんない。皆さん、ここどこやった？もう5秒前。多賀大社、はい。多賀大社、大きい社、はい。多賀大社？うん。多賀大社。多賀大社。なんか神社屋さんのあの真ん中の柱。はい。真ん中の柱に移して。どこ？そこに柱あるやろ。黒い。うん。からちょうどこの辺やな。この辺が一番いいと思います。あの柱の真ん前の今穴が立ってるとこあたり？そうそう、ここ。ここ。この辺、人がいなくて撮影しやすいわ。はい、ここに立て、ちょっと立てて、立て立て、どけ、またそういうひどい口ごと。ここに立っとけ、ここに立っとけ、はい、なんか現状置いてかれてるような気しかしないんだ。なんでそれた42枚目。このタイル。このタイルがあの入り口のあれから42枚目。入り口のあれが真ん中が半分やけど、それ入れて42枚目だそうです、視聴者の皆さん。ここがすげえパワーがある。おお。ここが一番いい。ここで10秒ぐらい立って、うん、真正面見てた方がいい。この大社の方を向いて、うん、ここだよ、ここすげえ、ね、向いてるだけ。なんかお願い事もした方がいいんですの？うん、自分が思うことを思った方がいい。あんなとこ行くよりかここが一番すごい。どこ？伊勢神宮の橋。いや、そこ。ああ、その、この社のまんま行くよりかって話か。はい、まずここで止まった方がいいね。おお、すげえ。あなたそこに、そこに立ってくれるとすごく、なんていうの、動画映えする、動画映えする。メロンまんじゅうとひねり、ひねりまんじゅう、ひねりまんじゅう。後で写真だけ撮らせて。すげえな。ちょうどあの柱の何枚ぐらいか、うん、だからそんな、いや自分そこ本当に立っててみる。でこっち来ると分かるわ。うん、
ニタさん42枚目ですから、ニタさん42枚目ですよ。ニタさんに必要みたいな言い方をやめなさい。ニタさん聞いてくれといてね。42枚目のとこに10秒間立っててね。おお、まあ何かいいことあればな。それでお子ちゃまができるかもしれない。ああ、でもイザナミとイザナギだからな、子供ってかそういうのはなんか向いてる気もするっちゃするな。すげえな、嫌われてんな俺。何、あなたと相性良くない感じ。相性悪いな俺、これこいつと相性悪いな意外と。あなたと相性悪いっていうのもまあいつものことだからそこは気にしないんだけどさ、うん、一般人が来る分にはいいとこなんだよね。パワースポットだね、さっきのところの42枚目。山口くん42枚目だよ。分かった。来るなら42枚目だよ、言っといたね。愛子さんも42枚目、覚えておいて、42ね。俺の一緒、昭和42年生まれ。ああ。42と覚えておいて。本当は真ん中通っちゃいけないんだけど、あそこだけ真ん中通った方がいい。あ、亀が通るとこじゃないみたいな。で、死んでる全部、うん、やったらどう。はい、持ってて。持ってて。持っててやろう。はい、持ってて。コーヒーじゃないね。200円先に払うんじゃないの。先に棒振りってやると。本当だ。今出てきたけど引っ込んだ。それ持っていくの。2番。はい、次あなたの番よ。なんで俺がおみくじ買わんなんの。お金出すから、引くだけ引いて。やだ、そんな無駄なお金は俺は持ち寄せてない。ちょ、見せろよ。いや、だから先に引いてて。やだよ。チャリー、鼻から牛乳。とりあえず基地でございます。基地外の基地やね。君はさ、神社でさ、なんでそんなひどい単語が出るかな、本当に。基地、いいやん、基地なら。矢沢永吉やもん。なんて書いてあるの。いっぱい字並んどるね。ああ、外は波乱に満ちるが、内は案外穏やかである。普通やろ。普通？普通字乗れば普通じゃねえのかそれ。身の回りはって話じゃないのこれ。身の回りってお前の服って、俺が身の回りにおるだけやろ。わざわいて。で、何事も心を開き、上司先輩の教えに従い、一人でことを進めることは控えるべし。俺に何でも聞け。心を開き、教えに従いだから、あなたが教えを先に教えてくれないと。心開かねえ人気に心開けって、面白いこと書いてあるな。一人でことを進めることは控えるべし。うん、願い事は急がず待てば、思わぬ人の助けを得て叶う。ほう、まずねえだろ、俺しかいねえもん。貧乏神がおるだけ。楽しんどんな。お料理楽しんどんな。楽しい。で、特に婚礼、養子、その他大事なことは尊敬を置く人に委ねて、焦らなければ次第に整う。尊敬するやつおらへん。しんどんな。だって婚礼とかって俺結婚失敗してるし。病気少々長引くも治癒する。ちょっと長引くって地味に悪いこと書いてあるな。コロナか。もうかかったよ一回。本当あなたにうつされてんねん。楽しんどんな。おみくじって笑い飛ばすもんちゃうと。おみくじでこんだけ笑えると面白いな。下手なまんま読んどるよりかもしれん。病気が少々長引くも治癒する。縁談無理せずゆっくり進めよう。
ゆっくりすぎへんかお前別に縁談に関しては金言、中に誠あれば外に現る。誠実さがあればちゃんと、なんていうの、外に現るだから形になってくれる的な感じですかね。誠実さとは。誠実って何？あなたにないって言ってる意味なのか、俺にないって言ってる意味なのか、どっち？俺にはない誠実という。画角大丈夫かそれはい、あなたも聞いて。なんで200円払うから。これ16番だよね。16ですね。こっち向いてくれとしたら、こっち向いて、こっち向いて。なんでこっち向かんないのだよ。後ろに人を気にしないで済むから。はい。老眼で読めません。見て一緒のキツイです。あらまあ。放たれた、放たれし、放たれし、放たれとのやつ。カゴの鳥、小鳥の鳥取りに楽しみに大き春の野のべね。いい言葉だね。病気、うん、手を尽くすべきす。どういう意味？ガチじゃん。どういうこと？手を尽くすべし。全力でことに当たるってことじゃない。尽くすべし。縁談、理解を、理解を深めれば吉。おお。無理だな。今日だな。理解を深めればか、うん。その気がなくてもなんていうの。あなた深めちゃうからな、なんか一方的に。時は刻々と移ろう。とどまることなし。万事改革すべき時。今まで良かれと思っていながら躊躇していたことはまた人に入れられる、入れられず、打ちすぎたことなことなどの速やか、変な字で書くなこれ、速やかに新しきつくべし。おお。おいおい改革紀州の名声を得て一身出世の幸いあり。幸いだよ。異性関係の乱れは転落の始まりに。喧嘩売っとるんかなこいつは俺に。来る時に車で話しちゃったこともない。異性関係の乱れ、来る時にここで話してた内容の話じゃねえの。転落の始まりにて。異性って異性人のこと。まさかのインディペンシデンスデイ。これなんて読むの、書いてるの。はい、金運好機いつすべからず、好機を逃すなっていうことですね。俺逃しとるやん。それ動画にしていいの？本当。ね、これどういう、どう、俺どうなの？これいいの悪いの？病気、手を尽くすべし。これはまあて、もう分かりきっとることやん。うん。縁談、理解を深め合えば。はい、吉。そんな相手がいればっていう話ですな、なんか吉って中途半端やん。大吉ではないもんな、小吉でもないもんな。その吉じゃないと思うよ。するといいよって言われるでしょ、それ。そう、どういう意味か教えて。意味わかんないけど、おみくじなんか買わないから。ここのさ、ここら辺が本当気にならへん、これこの自立、なんて、なんやった
立身出世、うん、立身出世の、うん、幸あり幸いあり幸いだろ、うん、はい、幸せじゃないろ、まあ、出世だからいいことなんじゃない、幸せっていう字これ辛いじゃないよね辛いなよそれは幸せと反対方向いったの、これはいいことだろ、まあいいことの方ですけどね、書いてある内容だと幸いありだもんな、うん、だから今俺がやろうとしてることはいいことなんだで、取るべきだよね、これここから読むと、ここの途中から読むよ、ここからもう暗くてよ、ほんとこの紫にこの黒はやめて、老眼にはそうなの、うん、全部一緒に見えるんやと俺、でもなんか環境を変えたらいいことがあるよみたいな書き方にはしてるっすよね、だろう、うん、今までなあなあでいたことをなんていうの、今まで中途半端なことをやってることを環境変えてもう一気に進んだ方がなんかいい方向に進むよ、ここに進むって感じやな、取り方としてはな、うん、っていうことは俺今二足三足のわらじやん、はい、の一つをやればいいことが起きる、いい方向へ持っていくかもしれんってことやな、そんな感じかな、まあ異性関係の乱れはないでさあ、そっかで、転落の恐れあり、あーって今俺思っちゃったもんだって、言葉遊びかもしんないけど、言葉遊びかもしんないけど俺はそう思っちゃったよ、こういうのは捨てていくべきだ、ゴミとして、縛るあれ、あ、あれじゃないの、何をあれ、何するの、結んで厄払いするやつ、いや、俺はこれは持っていく。なんで？俺は変えたいんや、自分を。